はようございます。2021年10月31日インターネット聖別会日曜礼拝を始めます。賛美しましょう。救世軍歌集284番、神は我が櫓。お祈りを捧げいたします。恵み深い天の神様、今朝もあなたの前に招かれ、私どもがあなたをたたえ
あなたを拝する礼拝の時間を与えられて感謝をいたします。どうか今からこの時、聖別された時間を守り、あなたを深く礼拝し、あなたの素晴らしさに感じ入り、またあなたの素晴らしさの中から私たちが力をいただき、霊の糧を豊かに賜ることができるように私たちを祝してください。そして私たちが何よりもまずあなたにお捧げし、お仕えする心を持ってあなたの御前に賛美を捧げ、祈り、そして何より御言葉の糧を深くいただくために、私たちが霊の心を燃やしながらあなたに近づき、聖別された時間を守ることができるように導いてください。今世の思いを捨て、私たち悪魔がどのように良しを脅すとも、私たちが神の前に強き櫓の中にいるように、聖別された豊かな時間を守ることができるように導いてください。この後御言葉を取り継ぐ説教者に油注いでくださり、あなたの通りを聞くだとして用いてくださるようにもお願いをいたします。感謝をしてイエス・キリストの御名を通し祈ります。アーメン。主の祈りを共にお捧げいたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。皆さんおはようございます。10月最後の日、31日、そして今日は10月最後の聖日となりました。そしてまたこの10月31日は宗教改革記念日になります。宗教改革記念日がちょうど聖日にあたりました。今日もこのことを覚えながらも、また後ほど語られる第二コリントから霊の糧を豊かにいただいてまいりましょう。秋が深まり、少し涼しさを覚える時です。読書の秋、本の中の本と言われる聖書に私たちは最も親しみ、御言葉の豊かな恵みに預かり、私たち自身が実り多き秋を過ごしてまいりましょう。聖書を朗読いたします。新共同訳聖書を用います。新共同訳聖書、新約聖書337ページ、コリントの信徒への手紙2:11-15。私の少しばかりの愚かさを我慢してくれたらよいが、いや、あなた方は我慢してくれています。あなた方に対して神が抱いておられる熱い思いを私も抱いています。なぜなら、私はあなた方を純潔な諸女として一人の夫と婚約させた、つまりキリストに捧げたからです。ただエヴァが蛇の悪巧みで欺かれたように、あなた方の思いが汚されて、キリストに対する真心と純潔とからそれてしまうのではないかと心配しています。なぜなら、あなた方は誰かがやってきて私たちが述べ伝えたのとは異なったイエスを述べ伝えても、あるいは自分たちが受けたことのない違った霊や、受けたことのない違った福音を受けることになっても、よく我慢しているからです。あの大使徒たちと比べて私は少しも引けは取らないと思う。たとえ話しぶりは素人でも、知識はそうではない。そして私たちはあらゆる面でそのことをあなた方に示してきました。それともあなた方を高めるため、自分を低くして神の福音を無報酬で告げ知らせたからといって私は罪を犯したことになるのでしょうか。
私は他の諸教会からかすめ取るようにしてまでも、あなた方に奉仕するための生活費を手に入れました。あなた方のもとで生活に不自由したとき、誰も負担をかけませんでした。マケドニア州から来た兄弟たちが私の必要を満たしてくれたからです。そして私は何事においてもあなた方に負担をかけないようにしてきたし、これからもそうするつもりです。私たちのうちにあるキリストの真実にかけて言います。この世に私が誇るのをアカイア地方で妨げられることは決してありません。なぜだろうか。私があなた方を愛していないからだろうか。神がご存知です。私は今していることを今後も続けるつもりです。それは私たちと同様に誇れるようにと機会を狙っている者たちからその機会を断ち切るためです。こういう者たちは偽使徒、ずる賢い働きであってキリストの使徒を装っているのです。だが驚くには当たりません。サタンでさえ光の天使を装うのです。だからサタンに仕える者たちが義に仕える者を装うことなど大したことではありません。彼らは自分たちの技に応じた最後を遂げるでしょう。御言葉に聞きましょう。義と平和と喜びと。おはようございます。今朝もこうしてインターネットを介して皆様とご一緒に礼拝を捧げることができて感謝をしております。皆さん一週間それぞれ神様の恵みのもとでお過ごしになられたことと思います。またその歩みの中にはさまざまな挑戦があったのではないでしょうか。日常的に困難を覚えること、また試練だと思えること、そして誘惑を受けることもあったのではないかと思います。信仰者にとって自分の考えで何かをなそうとすることと、また神様を大切にしていきたいという信仰心と、そのどちらを優先すべきかで私たちは絶えず悩み苦しみ、そして葛藤をしていきます。これは果たして自分の思いだろうか、それともこれはきちんと祈り求めた末での神様の御心にかなっていることなのだろうか。今日の聖書箇所の冒頭でパウロは自分のことを、私の少しばかりの愚かさを我慢してくれたらよいがと言っています。パウロの愚かさとは、みそぼらしいなりをし質素な生活をして伝道生活に熱中をしたそのことを指します。この世的な価値判断で言うならば、それは愚かしいことでした。箱舟を作ったノアも、洪水が実際に起きるまでは愚かなものだと指を刺されていたことでしょう。信仰者というものは、この世的な判断では愚かしいと思われることです。今日の聖書箇所で出てくる偽人たちはパウロに対立し、パウロを論破し、自らの正当性を主張します。一方のパウロは無報酬で伝道し、迷う人々に、あなた方は純潔な処女としてキリストと婚約した身ではないか、と蛇の悪巧みに欺かれないようにと諭します。つまり、不貞をするな、心を迷わせるな、簡単に言うなれば、浮気をしてはいけないということですね。このパウロの厳しい言葉は、さまよえる子羊のようなクリスチャンにとって平和を壊すように感じられるかもしれません。より魅力的な方についていきたくなるのが人間であるかもしれません。実際コリントの人々の生活は苦しいものでした。
ローマの圧政のもと、また経済も厳しいものがあったというふうに聞きます。そのような中で、実際的に利益があるわけでもないパウロに従っていくよりも、弁が立ち豪華な身なりで教えをしてくれる偽人たちに従った方がきっと将来良いことがあるのではないかと思ったとして、誰が責められるでしょうか。みすぼらしいパウロについていっても、先細りの未来しか待っていないのではないかと不安になってしまったのかもしれません。パウロは一人の夫と婚約した純潔な乙女のように、我慢しなさいと説くのです。この我慢するという言葉は、こらえなさいという意味があります。こらえる、こらえる。婚約中の女性が体操を守る、それは決して外文的な意味だけではない、自らの品性のために、そして自らの将来のために、自分を汚さぬように、自分が純粋であるということを、その立ち位置でこらえ続けていくということです。そして来たるべき祝福の日に、心から晴れがましい思いで迎えることができるようにこらえていくのです。それは決して屈辱のこらえる思いではありません。約束された祝福の未来に向けての晴れがましい第一歩になるべきこらえるなんです。その大切さをパウロは説きます。あなたは今我慢の日々かもしれないけれども、その我慢は決してあなたを強いるものでも、そしてあなたがを神様が見捨てているものでもない。あなたはいずれ晴れがましい結婚の日を迎える花嫁のように、その第一歩を踏み出そうとしている準備の期間である。だからその道から外れないようにこらえてください。コリントの人々が偽人たちに心迷ったように、ああ神様は自分のことを本当に見ておられるのだろうか、毎日これだけお祈りしているけれども、毎週礼拝を捧げているけれども、聖書を毎日読んでいるけれども、神様は本当に自分のことを見ておられるのだろうか、そのように思い悩むことも多いでしょう。しかしイエス様の贖いを受け入れているのならば、一時の苦難はやがて真の喜びに、祝福に必ず変わるのです。偽人の教えは一時的な快楽をもたらすかもしれません。そして一時苦しみを忘れさせてくれるかもしれません。しかしそれはやがて尽きてしまう儚い喜びでしかないのです。先ほど司会者が申しました通り、今日は宗教改革記念日です。宗教改革以前の教会では、罪が許されていない人は天国に行けず、霊魂が永遠に苦しみ続けるとされていました。罪の許しを受けるためには、さまざまな手続きを踏む必要がありましたけれども、例えば戦争や、例えば病気など、
不慮のことで突然死んでしまった場合、その手続きを経ておりませんので、天国に行くことができないとされています。そこで不慮のことで突然死んでしまっても天国に行けるようにと、売り出されたのが免罪符、職友状と呼ばれるものです。当時の財政のためとか様々な説がございますけれども、それで人々はそれさえ買っておけばいつ死んでもいい、準備ができるということで、競ってお金を出して教会からその職友状、免罪符を買ったというのです。やがてその免罪符、職友状の性格は変わっていきまして、これまで犯してきた罪が許されるというだけではなく、その職友状、免罪符さえ持っていれば、これから犯すであろう罪もチャラにできるというような解釈が広まってきたというのであります。そこまでして何のために天国に行きたいのでしょうか。それは今現在の苦しみが死んで後も続くからです。だから当時の人々は何としても天国行きの切符を手に入れたいと望みました。その志自体は間違ってはいないと思います。間違っていたのは、犯した罪をお金で買い求めた紙切れで清算できると思ったことにあります。今日のところに出てまいります偽人たちも同様です。もしかするとこの偽人たちもローマの圧政やまた生活に苦しむ人々を何とかして救いたいと立ち上がったのかもしれません。その志は誰かが非難するものでも ないかもしれません。話し下手なパウロに対して偽人たちは弁が立ったそうです。イザヤ書43章4節には、あなた方は値高いと神様が私たち人間に対しておっしゃってくださっている恵み深いお言葉があります。免罪符を売ったかつての教会の人々も、また今日のこのコリントの人々のところに語りかけた偽人たちも、また今生きる私たちも、神様の目にはすべての人が値高く重んじられているのです。価値のない人など誰一人いません。しかし免罪符を売った人々も、免罪符を焦って買い求め、それで全てが解決できると思ってしまった人々も、そして自分たちの利益を求めてコリント教会の人々を扇動してしまった偽人たちも、この世の知識と自分たちの経験、また知識に頼りすぎてしまったのです。今日の聖書箇所のコリントの信徒への手紙第2、11章13節にこのようにパウロは記してあります。彼らはずる賢い働き手であって、キリストの使徒を装っている。この言葉は大変ドキッとする言葉であります。キリストの使徒を装っている。では一体私はどうなのだろうかと思わせられる言葉であります。心からキリストの使徒の一人であると言えるだろうか。ずる賢い人間ではないと言えるだろうか。じくじたるものが襲ってくることを告白しないではいられないのです。
イエス様の十字架は私たちがかつて経験しえなかった出来事であり、これから後どれだけ時代を経ようとも、またいかなる優秀な人間でも代わりになすことは決してできない唯一無二の罪の許しの人形です。私たちがどれだけ自分自身の知識で、ああこうやれば、こう祈れば、このように神様は助けてくださるだろうと自分の知恵をいくら結集したとしても、イエス様の十字架の恵み、その贖いの死、その大いなる出来事、その事実以外に私たちを救ってくださるものは他にありません。イエス様を通さずに誰も救われることなどできず、イエス様を心から信じようとしないまま、これまで背負ってきた人生の重荷から解放されることを望むことはできないのです。偽人とパウロの義、それは自分のリターンを求める心と、誇る者は主を誇れと口ずさむ信仰との戦いです。信仰者の内側は平和ではなく常に戦いがあります。今日の聖書から見ると、偽人のことをパウロは次のように記しています。ずる賢い、異なったイエス、違った霊、違った福音、本物の働きを断ち切る、サタンに仕える、汚れ、蛇の悪巧みに欺かれようとする。私たちもそのように表現されるような時があるやもしれません。一日中そうであるとは限らないでしょう。でも一日のうちのある瞬間、ある時にはずる賢い働きであり、異なったイエスを報じるものであり、サタンに仕えているものではないでしょうか。主を誇らず自分を誇っている時があるのではないでしょうか。そして神の義ではなくサタンの義を自分の義としている時があるのではないでしょうか。イエス様は、私は平和ではなく剣をもたらすために来たのだと言われます。イエス様を信じるとき、私たちの心にはさざ波ではなく嵐が起きます。パウロも今日の聖書箇所でコリントの人々たちに、偽人を受け入れようと迷うコリントの人たちに疑問を、嵐を投げかけます。あなたたちは純潔な乙女としてキリストに結び合わされている、浮気をしてはならない、浮気をしようとしている者がいたらこらえよ、キリストに信じ続けていくということは常に心が平和でいるということではありません。自らの誘惑、自らの異なった義と湧き起こってくる心と、その嵐の心の中から確実に神様の義を選び取って生き続けることです。こらえていく、こらえていく、辛いかもしれませんが、そしてその中でまるで箱舟を作り続けていくように、人々から笑い声を向けられているように、自分自身なんでこんなことをやっているんだと笑い声を自分で立ててしまっているように思えるようかもしれませんが、それでもこらえていく。けれど後にやってくる喜びは30倍、60倍、100倍のお恵みとなって私たちに返ってくるであろうことを
主は約束してくださっているのです。それは免罪符を購入して得る罪の許しとは比べ物にならない計り知れない喜びです。皆さんも今週始まる1週間どうぞ喜びながら迎えていただきたいと思うのであります。聖書1箇所読ませていただきたいと思います。ローマの信徒への手紙14章17節以降、神の国は飲み食いではなく聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。このようにしてキリストに仕える人は神に喜ばれ人々に信頼されます。だから平和や互いの向上に役立つことを追い求めようではありませんか。皆さんの一週間が祝福を追い求め、また祝福に満たされるためにどうぞ日々神様に従い続ける豊かな信仰生活でありますように心よりお祈り申し上げます。天の父なる神様、あなたのお導きを感謝をいたします。お一人お一人信仰生活の中でさまざまなチャレンジがあると思います。自らの心を大事にしたいと願う自己中心的な思いと、また神様に従いたいと願う信仰との狭間で葛藤しながら一週間を大切に生きてまいりました。そして礼拝を今捧げております。神様どうぞ、私たちの本国は天にあります。どうぞそのあなたを見上げるという姿勢をなくすことなく過ごすことができるようにしてください。偽人たちが広めたように異なったイエス様を通さない救い、そのような蛇の悪巧みに私たちの心が奪われてしまわないように私たちの心をお守りください。誘惑に遭いますときに、私たちが自分たちの心に巻き起こした嵐に負けそうになりますときに、こらえることのできるようにお助けください。よろめくときに足を強くしてください。倒れそうになるときに支えてください。そしてどうぞ、来週またあなたの前に礼拝を捧げますときまで信仰生活をお守りください。祝福してください。そして私たちが祝福とまた信仰の灯台として、それぞれの生活、家庭、職場、また学校において明かりを照らしていくことができるようにしてください。主イエスキリストの尊きお名前を通しお祈りを捧げいたします。アーメン。聖詠を賛美いたします。声願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが今日もいつまでも会衆の皆様の上に豊かにございますように。アーメン。今週も最後まで共に礼拝を捧げていただき感謝です。明日から11月、いよいよ秋が深まってまいります。実り豊かな秋となりますように。そして皆さんの毎日が健康に、また豊かに
過ごされるように心からお祈りしております。明日から始まる1週間が皆さんにとって素晴らしい日々でありますように。